はい、どうも、中堅です。というわけで、今日の動画はですね、先日行いました、ヴァンフォーレ甲府対ジェフユナイテッド千葉の一戦を振り返っていきたいなと思います。このチャンネルではですね、ヴァンフォーレ甲府に関する様々な情報をね、発信していきますので、ヴァンフォーレ甲府のサポーターはもちろんのこと、J リーグが大好きな方や、他のクラブのサポーターの方にね、見ていただければ嬉しいなと思います。そしてね、よかったら、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。結構、久々の投稿となってしまいました。久々にカメラに向けて話してるわけですけど、何喋っていいか、わかんない状態でございます。でもね、この間のジェフ千葉との試合をね、振り返っていきたいなと思います。まあ、この試合は結果から申し上げますと2対2の引き分けに終わった試合でございました。ジェフ千葉にはですね、かつてヴァンフォーレ甲府に在籍したドゥドゥ選手とね、メンデス選手がいてね、品田選手はですね、なんかメンチ外ということで、品田選手個人的にはめちゃくちゃ見たかったんですけど、見ることができませんでした。だけどね、まあドゥドゥ選手とメンデス選手ね、非常に甲府に名残がある選手ですから、ドゥドゥ選手といえばね、甲府の太陽と呼ばれ、甲府のサポーターが非常に愛された選手でございますけど、メンデス選手も非常に甲府にとってはめちゃくちゃ貴重な選手になってくれましたよね。そんな中で千葉の監督もね、吉行っていう名前で、まあ甲府の監督も吉行ということで、まあ吉行ダービーともね、掲示板には書かれてましたけど、この試合はですね、前半の3分、ヴァンフォーレ甲府が決定的なチャンスを迎えるわけでございます。鳥海選手が左サイドにいるね、アダイト選手にパスをして、で、アダイト選手はですね、まあ走り込んだ関口選手に、関口選手結構こういうプレー多いですよね、スペースに走り込んでボールを呼び込むプレー、非常に多い選手なんですけど、関口選手にパスをして、クロスをね、上げて、で、千葉の選手が弾いたところを、アダイト選手がダイレクトシュート。これはね、ゴール右隅に外れという結果でね。これね、もうね、ゴールスレスレだったかな、これ1個分。これちょっと決まってたらね、流れ変わってたのかなって思いますね、めちゃくちゃね。結構ね、この試合、甲府がね、攻め込んでいた印象がね、僕自身めちゃくちゃありました。そんな中、前半、4分にはですね、飯田選手はめちゃくちゃ効いてましたね。ドリブル突破を図り、ペナルティエリアの中にね、侵入してね。まあ、最後ね、これクロスかシュートか、まあ、もしかしたらこれシュートだったかもしれないですけど、まあ、わかんない。クロスかもしれない。クロスかシュートわかんないけど。これね、まあ、パスだとしたら中にね、入り込んだラスト選手に会えば、これね、決定的なチャンスだと思いました。これ、惜しかったー。まあ、シュートだとしてもね、これ決めたら、なかなかゴラストなゴールでございましたね、これは。飯田選手、これ悔しがってましたね。とにかく、甲府が、三沢選手を起点に、テンポいいパス回しで、千葉ゴールに攻め込んでいて、すごいなんか見ててワクワクしましたね。三沢選手がマジで上手いっすよね。今年、京都から加入した三沢選手。甲府にはね、元京都の選手が、ま、多数在籍してるわけなんですけど、その中で、最近ね、スタメンで、出場することが増えてて、マジで甲府の攻撃の起点になってるって思いましたね。めちゃくちゃいい選手が甲府に入ったと思います。そんな中でね、千葉のね、不本意なファール、めちゃくちゃ多かった。で、特にメンデスね、ドゥドゥがね、フルス相手に熱が入ってるのかどうかわかんないですけど、荒かった印象はね、ありますね。メンデス選手はね、ウタカ潰しましたもんね。いやー、気合の入ってるなと思いましたね。その後もね、攻守の切り替えが早い試合で、前半の23分、まあ、鳥海選手を起点にね、前線に走り込んだ、宇高選手にパス。でね、宇高がね、間合いを作って、ね、左サイドに走り込んでいた、アダイウトにパスをして、アダイウトがね、左足でシュートをするんですけど、これはね、惜しくも、外れるというね。いやアダイウト、すごい助っ人が、甲府に来たんで、このシュートね、決めて欲しかったですよね。僕も思わず叫んでしまいました、これね。カードも結構多い試合の中で、前半の35分ですよ。これね、もうやばかった、本当に。まさかの神谷選手、ここで決めるかってなりましたね。センターバックの神谷選手、これ絶対フリーキック練習してましたね、これ。偉大のグラウンドか、宮崎の、どっちかで、センターバックの選手がフリーキック蹴るって、しかもそれ決めちゃうってなかなかないですよね。しかもね、ヴァンフォーレはですね、ホセでね、試合をする中で、9年ぶりにフリーキックでね、
ゴールを決めたというね、9年ぶりってことは2015年か、阿部翔平選手ぶりにね、フリーキックでのゴールという、これ僕鳥肌立ちましたね。でもなんかね、決まりそうな予感したんですよね。てか蹴る前になんでそこに立ってんのって思ったんですけど、まさかね決めるなんて。その後甲府はね、まあ地高と速攻のバランスをね結構よくまあ攻撃をしていって、でもその中で宇高選手にパスがね合わないっていうこともねめちゃくちゃありましたね。千葉もね結構攻めていましたね。はい、そんな感じで前半は終了しました。まあ、後半はですね、アダユトン選手はね、結構ね、ボールを持って、まあ、ドリブルを仕掛けて、それがいい時もあれば悪い時もあるんですけど、体格を生かしたドリブル突破。ボールを持ったらパスをせずに、相手陣地にね、一気にドリブルで攻め込む。アダヤトン選手、経験豊富だなって思いましたね。プライドが高いというか、パスする時あんまないっていうかね、一人で行く選手ですよね、本当にね。守備でちょっと叩かれてたりするんですけどね。その後は、千葉にね、攻め込まれる時間が非常に続いてね、いつもの甲府、セカンドボールが拾えない。1点決めるとね、いつもの通り引いて守ってね、プレスに行かないっていうね、ことがね、まあ、この試合も見事に露呈されてしまいましたよ。後半57分、ズドゥ選手にね、サイドの突破からクロスを、上げられて、古巣に恩返し弾されてしまいましたね、本当にね。なんで引いても思っちゃうんですかね。選手でそれがね、浸透しちゃってますよね。なんか結構こういうの本当に見られるんですよね。逆に引いて守ってるからなんか、崩されてね、サイドを突破されて決められちゃうっていう感じなんですかね、本当にね。もっとね、プレスかけて、追加点狙いに行った方がね、いいと思うんですけどね。でもですね、決めた直後、甲府本来の姿を取り戻すというかね。だったらもう最初からね、こういう風な攻撃をやってほしいっていう感じなんですけど、その中でね、後半66分、追加点を決められてしまうわけですよね。この失点シーンに関しては、ね、今津選手めちゃくちゃ叩かれてましたけど、こういう失点シーン、他にもありましたよね、今シーズンで。忘れちゃったんですけど、またもやね、同じような形で失点をしてしまいましたよね。今津選手だけのせいじゃない気はするんですけど、めちゃくちゃ叩かれてますよね、今津選手で。得点も取れてるけど、その分失点がね、多いっていう。今のね、このね、オフの現状ですよね、本当に。逆転を許した後ね、ヴァンフォーレ甲府は、めちゃくちゃアグレッシブになってですね、めちゃくちゃ千葉ゴールに攻めていましたよね。その中で、後半の93分ですよ。久々のね、ロスタイムのゴールとなりました。関口選手のクロスを、宇高、まあ、やってくれましたよ。ここで、宇高。決めちゃいましたよ。この試合、2対2に引き分けて、まあ良かったっていうか、まあ勝って欲しかったんですけど、最悪勝ち点1拾えて良かったなっていう。前半のね、アダユトン選手のね、シュートとか、決まってればね、また流れ変わってたのかなって思います。千葉に負けなくて良かったですよ。昇格のライバルみたいな感じですかね。まあ千葉も強い、本当に強いチームでした。その中でまあ引き分けたことが収穫と、思いますね。決めるところで決めきんないとやっぱダメっすね。本当に。どこのチームもそうだと思いますけど、いかに失点を減らすかですね。試合は昇格するには本当に失点を少なくしなきゃいけない。最近複数失点がね、めちゃくちゃ多いのでね。MVP を言うと、三沢選手と、ピーター選手ですね。元京都の二人がめちゃくちゃ良かったですね。三沢選手、本当に縦パスもいいし、京都ではモドリッチ、京都のモドリッチみたいな感じで呼ばれてたらしいですよね。モドリッチみたいだなってちょっと感じますもんね。飯田選手も元京都っていうことで、突破力あるし、足速いし、身長も高いしね、イケメンだし、甲府に来てくれて良かったです。飯田選手は京都にいる時から、いつで甲府に来てほしいなって思ってました。非常に良かったっす。飯田選手。こんな感じでね、先日行われたね、千葉戦を振り返っていったわけでございます。その中でですね、次の試合はですね、5月の19日の日曜日午後の2時から、アジアの岡山とね、アウェイで対戦するわけでございます。岡山はですね、もう非常に強いチームでございます。今ね、プレーオフ圏内の6位にいるチーム。この試合に勝てばね、順位が入れ替えると思います。まあ、非常にこの試合は負けられない試合でございます。なんとしても、この試合はね、失点を少なくして、いかに得点を取るか、得点を取って引いて守らない、さらに追加点を取りに行くっていうね、サッカーをね、やってほしいなと思います。ということで、今日の動画はですね、先日行いました。ヴァンフォーレ甲府対ジェフ千葉の一戦を振り返っていきました。最後までご視聴ありがとうございました。